柴田、キッズのアプリの件だけど、どういうつもりなんだ？お前さ、自分でいろいろ問題を起こしといて、天に唾したようなもんだろう。自分にも戻ってきたんだから、それをさも、Google がどうだこうだとか、ああいうことを言って、何が面白いんだ？もうちょっと自分がやってることを考えろ。自分がやってることが振り返ってきてんだから、普段からよく考えて、背筋伸ばして、仕事しないとこういうことになるんだぞ。分かってんのか？よく考えろ、まだこれから仕事も人生も長いんだから、まだ若いんだから。間違ったことしないように、またな、キッズもな、見てるわけだよ、お前のやってることを。お前がやってることはな、正しいと思うわけだよ、キッズは。みんな好きだから、柴田のことが。そういう影響力も考えて、行動しろよ。一人の問題じゃないからな。分かったかよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もありがとうございます。